ばんは、戦国どうでしょうでございます。4月1日から NHK の BS プレミアムで軍師官兵衛の再放送が始まりました。そこで今夜は秀吉第3の軍師についてお話をさせていただきたいなと思います。3人も軍師いたっけという方は普通のリアクションだと思います。実はやらかしちゃってもう抹殺されちゃった方なんですね。その名を神子田正治と言います。ただですね、この方生きていたら二兵ではなくてですね、竹中半兵衛は重春なので、まあ同じ、春の字で二春になっていたかもしれない。それほどの能力を持った武将だったわけです。あの竹中半兵衛がその才能を見込み自分の後継者として推薦をしたと言われている人物に今日は迫っていきたいなと思います。何やらかしちゃったかってことなんですけどね。時は天正12年、小牧長久手の合戦になります。5月1日に羽柴軍の主力は美濃へ転進することになります。そこで細川忠興らとともに、新狩りの一部を務めることになるわけです。ここで追撃をしてきた織田信雄の軍と交戦をすることになるものの、正治は他隊が交戦中にあったにもかかわらず、手勢を放置して無断で先に離脱をしてしまいます。ただ個人で敵の武将の首級を一つ挙げたものですから、このことを秀吉に感心をされます。ここで言い返しちゃうんですね。これがまず1個目のやらかしたところ。なんと言い返したか。諸将がヒップの優位ばかり心がけ、戦いで大義を得ることはできますまい。とですね、秀吉に苦言を呈しちゃうわけなんですね。このことに秀吉は激怒をします。そして激怒した秀吉にさらに追撃をするわけなんですね。もう、さあやっつけろとばかりに言わんばかりに。大将の利をわきまえず、戦いだけで功を図るのは暗証である。共に図るに足らず。というふうに、言っちゃうわけなんですね。秀吉はもう、持ち場を放棄して逃げ去った正治を臆病者であるとまで罵るわけです。まあ、このことが原因となり、神子田正治というのは高野山に追放をされてしまいます。天正13年には、朱印状が発せられて、高野山からもさらに追放をされ、さらに祭祀も連座することになり、誰からから庇護されることが禁止されてしまいます。このため諸国を放浪し、最終的には天正15年、1587年ですね、九州征伐のために豊後にいた秀吉のもとに参上することになるわけです。この時正治は義参を申し入れるわけなんですが、秀吉は許さず、その場で切腹ないしは打ち首にして、その死後首は京都の一条戻り橋に晒されたと言われています。この時晒された首とともにかけられた立て札には臆病者という考察が立てられていたそうです。まあこんな感じでね、軍師になり損ねてしまった、人物もいたわけなんです。まあ再起を鼻にかけて傲慢になっちゃったのが原因なのかなとも思うんですが、まあ言い過ぎも良くないものですね。言い方っていうのはいつの時代も大事なのかもしれません。ということで、今宵のどうでしょうはこれまででございます。